ともしまです。本日は私がずっと紹介したかったデッキ、スーパーデッキアルカディアスナイツをですね、紹介させていただきたいと思います。値段はこちらに書いてある通り6500円なんですが、まあね、中身がね、かなり充実してるんで、ぜひね、一枚一枚紹介していけたらと思います。ということで、開けていきたいと思います。本当はね、開けたくないんだよね、これね。まあちょっとまた未開封ね、一個手に入れたいと思います。開けるか。はい、ではまず先にこちらから開けていきたいと思います。多分これは説明書ですかね。なんかアルカディアスナイツの、よいしょ、ほい、あ、こんな感じで説明が書いてありますね。まあこう使ってこう使ってこう勝つみたいな、はい、戦法が書いてあって、あとまあこのカード入れればデッキを強化できますよみたいなのが書いてありますね。で、裏に、お、そう、これがね、いいんですよ、この紙が。めっちゃかっこいいよね。また映画のポスターみたいですね。ブラッディシャドウだとかアウゼスとか、まあいろいろいますね。かっこいいな、これ。うん、これはもう額縁に入れて保存です。それではデッキの方を開けていきましょう。では行きたいと思います。精霊王アルファディオス、まずいきなり出てきましたね。白鵬くんのまあアイデンティティじゃないですけども、精霊王系ですね。光以外のクリーチャーを召喚したり、光以外の呪文を唱えることができない。まあ今でもですね、結構こいつが出るとほぼほぼ何もできなくなるぐらいのね、制圧力を持つカードですね。非常に強いというか、かっこいいしね、フィニッシャー感があっていいですよね。アルファディオスです。魔法規制ブラッディシャドウ、これがよく使われるカードですね。呪文唱えるとただで手札から飛んでくると、これ多分4枚入ってるかな。この金枠のブラッディシャドウが本当にかっこいいんだよね。これ絵柄が全部ね、効果のところまでいってるっていう感じが、うわー、これほんとたまんないね。更新竜スペルデルフィンですね。相手は手札を表向きにしてプレイしなければならないと。はい、もう恥ずかしめですね。恥ずかしめを受けさせて、かつですね、クリーチャーの数だけ、あ、じゃあ呪文の数だけプラス2000されると。はい、それプラス、相手は呪文を唱えることができないっていうね。もう手札公開されるはもう呪文を唱えられないは結構な制圧力を持つカードです。これも結構魅力的ですね。風魔王スーパークズドレイン、これなんで入ってんだろうな。他のクリーチャー破壊されたらワンドローできますと。この絵柄いいよね、ほんとね。スーパースパークですね。これも絵柄が毎回オリジナルです。そう、これ全絵柄オリジナルだったはずです。確かこのデッキ用のね、絵柄になってますね。マダンアルカディアエッグになります。こちら名前の通りね、卵なんですよ。こいつが条件を満たすと、この卵がパカッと割れてね、でっかいものがバーンと出てくるんですが、そのでっかいものはもうちょい先かな。はい、こちら3枚入ってます。ジャコン創生ですね。紫背景かなりいいですよね。はい、そしてデーモンハンド、初期からあるカードですね。そして来ました、セイガイアクイーンアルカディアス。多色の進化で相手は多色でない呪文を唱えることができないと。もうどんどんね、動きを止めていく感じですね。これ白鵬くんがデュエルマスターズスタークロスって漫画で、確か使ったはずです。使ってたよね、確かね、クイーンアルカディアス。はい、あ、デーモンハンド4枚入ってますね。で、魔法大帝ネログリフィス来ましたね。この卵がパカッと割れると、こいつが出てきますと。で、まあ呪文をね、相手ターンに打つっていう、まあめちゃくちゃ鬼畜なカードなんですけども、これがね、かっこいいんだよ、本当に。漫画でもね、はい、エンジェルコマンドダークロードナイトっていう、もう種族もかっこいいしね。はい、闇と光がいい感じに組み合わさった、感じのクリーチャーになります。魔法指定グレゴリアス。うん、エンジェルコマンドもドラゴンゾンビもないと思ってるっていう、なんか種族いいものを全て取ったようなカードですね。まあ、なかなか潤滑油として動いてくれますと。はい、そしてマダングローリーゲート。まあ、ナイトのデッキにはこれがあるとね、かなり大きいですね。デュエルマスターズチャンネルじゃないので、さっと紹介します。不敗聖者ベガですね。これよく使われました。シールド増やして相手の手札削ると。そして悪魔精霊アウゼスですね。こちらのね、白鵬くんがですね、闇落ちした時に使ったカードですね。あの白鵬くんが闇文明のカード使うのみたいなね、はい、カードの時に出てきたカードでこいつも面白かったですね。この時の白鵬くん結構好きです。そしてムルムルですね。これはスタークロスの方で出てきたはずです。はい、ブロッカープラス3000と。で、セガヤキングアルカディアス来ちゃいましたね。もう禁止カードで、デッキに1枚も入れることができません。多色以外のクリーチャーがバトルゾーン出るとき、出る代わりに墓地に置かれると。出たときにどうするみたいな効果を全く使わせずに、7マナ、たった7マナでね、バトルゾーン支配すると。で、これとこれがね、まあセットで揃うと大体ね、相手は死ぬという感じですね。天雷の精霊ユリウス。あれ？これ入ってたっけ？アタックするときに呪文を手札に戻すか、クロスギアはそうか。クロスギアが当時ね、戦国編っていうので流行ってたんで、その時にね、流行ってたクロスギア除去のカードですね。ユリウスが、3枚と。はい。そしてダイヤモンドグロリアスですね。自分の他のクリーチャーがアタックできない効果、召喚読み無効になるのかな、確かな。はい。で、まあ、一斉にね、ここら辺のブロッカークリーチャーすべてね、アタックできるようにして、相手を制圧するといった感じです。まあ、中でもやっぱここでしょうね。このキング、クイーン、アルカディアス夫妻ですね。ここのもう頭悪いカードが非常に強くてですね、漫画の方でもですね、この白鵬くん、
白鸚くんはこの闇落ちした状態から戻ったんですよ。洗脳が解けて戻ったんですけども、この2体をね揃えてね、切り札勝負くんを、騙したね、デュエルマスターズプレイヤーに対してですね、ロック状態をかけると、もう何もできない状態にするの。もう呪文も唱えられないし、もう出ても破壊されるみたいな、そんな状態にした挙句、最後に言ったセリフが、君そのターンはもう何もしないんだねっていうね、うん、もうロックかけてる状態何もできないのにもう何もしないんだねふんみたいな感じでね、その後これで摩擦するっていうね、いや非常にもう白鸚くんっていうのはね魅力的なキャラなんでね、皆さんもぜひデュエルマスターズの漫画読んでいただけると嬉しいです。はい、今回のデッキはですね、まあテーマデッキということで、まあいろんなね、ちょっと変わったようなパーツが入ってるんですけども、まあこういったパーツをね、入れ替えて、まあナイトデッキ主軸にしてね、組んでみると普通に強いデッキが出来上がったりするんで、ぜひナイトデッキ作りたいという皆さんはですね、Amazon でちょっとこちらプレネついてるんですが、購入してもらって、ぜひこの金のデッキでね戦ってみましょう。はい、ということで、本日は、絶版デッキアルカディアスナイツの紹介でした。シャマでした。さよなら。